はい、一番よく使うのは、お金、How much? お前よ、ですね。韓国へ行ったら必ず物を買ったりしますので、その時は、いくらですかって言ったら5万ウォンですとか、10万ウォンとか、3000ウォン、韓国ではみんなウォンですから、8000ウォンとこうなるわけです。で、いくらですか、How much? いうのは、オルマーいうのが、How much? いくら。言えよは、ですか、オルマー言えよ。オルマー言えよと言ったら必ずお金が返ってきます。例えば10ウォンだったら、10は10ウォン、発音は10ウォン、10ウォン。50ウォンだったら、オーシボンとこうなるわけです。80ウォンだったら、パンシボン。その次は100ウォン。これは、100ウォンで、ペゴン、ペゴン。200ウォンだったら、イベゴンとこうなります。900ウォンだったら、クベゴンとこうなるわけですね。1000ウォンは、チャンウォンで、発音は、チョノン、チョノン。2000ウォンだったら、イチョノン。4000ウォンだったら、サチョノン。6000ウォンだったら、ユクチョノン。8000ウォンだったら、パルチョノン。こうなるわけです。1万ウォンは、もう1言わなくて、マノン。万ウォンで、マノンです。5万ウォンだったら、オマノン。こうなるわけです。オルマエヨ言うたら、パルマノン。言うたら、8万ウォンだということです。8万ウォンということは、10分の1で、8000円から、今だったら、7700円ぐらいですからね。まあ、10分の1以下になりますから、10万ウォンだったら日本語の、1万円以下になりますから、今だったら9000円ぐらいですね。それが韓国では10万ウォン、10万ウォン。10万ウォンだったら10万ウォン。5万ウォンだったら大マノンとこうなるわけです。2万ウォンだったらイマノン。1万ウォンはもう1は言いません。1と2が似てますから、1万ウォンはマノン、2万ウォンはイマノンです。3万ウォンは3マノン、4万ウォンはサマノン、5万ウォンはオマノンとこうなる。6万ウォンはユンマノン、7万ウォンは7マノン、8万ウォンは8マノン、9万ウォンは9マノン、10万ウォンは10マノンとこうなる。20万ウォンだったら20マノン、30万ウォンは30マノンとこうなるわけです。100ウォンだったら100ウォン、200ウォンは200ウォン、300ウォン、300ウォンとこうなるわけですね。10ウォンは10ウォン、20ウォンだったら20ウォン、30ウォンだったら30ウォン、40ウォンだったら40ウォンとこうなります。2650ウォンだったら、2000が2000、600は600、50は50でウォンです。2650ウォン、2650ウォン。これが2650年。6840万ウォンだったら、6000、6000、800は800、40は40、そしてマノン。この最後の40マノン。これ発音はちょっと言いにくいところが変わって、40マノン。6840マノンというと、6840万ウォンになるわけです。千万というのは千万です。どういたしましてというときは、千万の言葉です。千万えよと言います。一千万の言葉です。千万えよ。ありがとうございます。いやいえいえいえ、感謝합니다。千万えよ。千万の言葉です。という、その言葉ですというのを省略してしまって、千万えよ。千万です。言ってるわけですね。千万は千万。100万は100万、10万は10万、1万はマノン、1万の。1000は1000ウォン、100ウォンは100ウォン、10ウォンは10ウォン。はい、ありがとうございました。